ったわみたいな、ありがとうございます、ありがとう皆さん、100日おめでとう、ありがとう、100日おめありがとうございます。ありがとうみんな、そう100日ね、100日でとちゃんと配信できなくてごめんなさい、なんかまたちょっと別の日に100日祝いできたらいいなと思ってます、そう100日お祝いのなんかなんだろう、何する、100日お祝い100日ケーキ食べるでもそんなにそんなにお祝い何しよっか、でもとりあえずあれはあのティアラかぶりたいそう、いやなんかねずっと毎日続けてて、なんだ一回さちょっと体調崩しちゃってダメになっちゃった時やったんですけど、ではまた再開して毎日皆さんに会えて嬉しい、100日おめありがとうございますね、そうお祝いモードすごいよね、なんか50日とかもあったよね、そうあっという間だった、なんかいつからやってたっけ、まあ次はね200日目指して頑張りたいと思いますね、なんか早いよね100日経ったの、もう100日って感じだった、そうそう今電車からバスに乗り換えたところ、お疲れ様です、間に合った、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、そう誕生日の時にティアラを2つ買ったんですよ、で1つつけてないからそれをつけようかなって思ってます、はいお疲れ様です、ありがとう、お疲れ様、確かにね楽しいから、確かにまあね朝配信とかめっちゃ眠い時とかあったけどでもね朝配信はなんかするとめっちゃ目覚める、すぐに100日おめありがとうございます、夕飯はこれから、これからですね、なんだろう今日の夕飯は、わかんないけど、ガント完了ありがとうございます、風強いね、わかる今日風強いよね、そうわかる、しかも今日さ朝から暑くてさ、昨日も暑かったよね、昨日だっけ、なんか昨日の夜エアコンつけて寝た感じやった、そう暑かったね、すごい、100日雨もありがとうございます、そうなんだろう、いきなりなんかまた夏になった感じだった、最近5時に目が覚めるおじいちゃんになっちゃったんじゃないのかなそうエアコンね、わかる、今ねつけてたし、今日はね長袖なんですけど暑かった、ずっと長袖、さすがにね、フェーン現象、なんか聞いたことある、授業でやったかも、わかんない限界までは半袖で過ごします男子小学生じゃん、あの小学校のさ男子ね、これ結構毎回話すけどさ冬場半袖の人いるよね何5時に目覚めたらおじいさんの、毎日5時に目覚めたらおじいちゃんでも家もさ、なんか雨降ってるとき肘痛いって言うとおばあちゃんと言われるからいいですよ、お互いに一気頑張っていきましょう小学生言われた、小学生だよねそんなギリギリまで半袖とか、ギリギリまで半袖なんだったらもう冬雪降っても半袖で いてねよろしく
毎朝3時、え、早っ。いや朝配信の時とか確かに言うも早いけど眠いもん絶対。なんかおじいちゃんは、おじいちゃんは長く寝れないんですよ。あれだからなんだっけ、ね、寝れる体力がないからもう今ちょっとメンバーがいました。朝早い時ほとんど寝ながら見ています。あ、知っています。最初おはゆうって言ってその後コメントしない人いると、あ、寝たなって感じ。100日おめっとありがとうございます。現役女子高生、冬でもミニスカじゃん。いや、めっちゃ履いてますよ。タイツ、極暖のタイツとかそう、中にめっちゃ着てるよ。そうですよ100日おめありがとうございます。ゆうがこの間食べてた抹茶のシュークリーム買おうと店行ったらなくなった。ビエン、あ、なくなってた。あれね、めちゃくちゃ美味しかったから、あの、食べてみてください。だいたいそういう時は寝落ちしてます。知ってますバレてる。そう、なんかアバターいるのにコメントしないじゃんみたいなそう、こんばんは、100日目おめでとうありがとうございます。100日目ありがとう。ゆうちゃんも元気っぽい。現役じゃ現役だわ。新潟の JK は意地の生足でしょ。え、私は絶対に無理タイツですね。最近飲んだ豆乳は何味？あの、麦芽コーヒーですね。麦芽コーヒー味。何？ JK ってスカート短いから夜とかでもシルエットだけでわかるよね。あ、確かに。でも制服っぽい服着てる人いるよね、たまに。100日おめありがとうございます。冬場スカートの下に学校ジャージ履いてる女子いた？でも中学の時はそうじゃない？高校はあんまりいないかなあれじゃない、女子校とかだったらなんかそういうのあるかもしんないけどね。誰、アバターだけ飛んでる、飛んでる感じの、何、あなたじゃないのだって一瞬なんか見に来てなんかアバターだけいて他のメンバー見に行くとかね、あるよね。あります何、麦なのか豆なのかどっちだ。おい、確かにそれは言えてる。昨日のコスプレ写真最高でしたね。だからコスプレって言わないでください、現役だから。100日おめありがとうございます。100日おめでとう。昨日ありがとう、楽しかった。こちらこそ、なんかなかなか、ね、うまく会話できなかったけど、なんかやっぱりタイムなんとかタイムラグバレてる、他のメンバー見ていませんからいや知ってるよね。ゆうちゃんよーく見てるね。だってさ、いつもさいて絶対コメントするのにさ、なんかアバターだけいてコメントしないとやっぱりうってなりうん、猫見せて終わったね。そうね、でも猫めっちゃ可愛かったよ。スケベよかった。あ、そう、あれはなんか2部からちょっと書いてやったんですけど、なんか1部やってみた時になんかバイバイも言えずにポンって切れちゃったので、ちょっとバイバイ、なんか相手の方が喋ってるタイミングで、あ、もう終わっちゃうっていうの、なんかちょっと申し訳ない気持ちだったので、ちょっとスケッチブックでこう、またねみたいな書いてます。そう、なんかなかなかね会話するのはちょっと難しかったけど、そう、あと1枚だと結構難しかった。そう、だから繋がったらね、割とすぐにね喋った方がいいかも。なんか顔が見えた瞬間に、あ、どうもって
やった方がいいかもしれないね。昨日の画像見たけど JK っぽかったよ。 JK なんだよLJK なんだよ。分かった？コスプレって言わないで分かりましたか？ロバのモノマネはもうしないの。一応なんか封印的なね、映る前から手振ってたよ早っ。元気 JK って言っても通じだけ元気なんだってパンチしちゃうぞ全くやだやだそうだよ、じゃんけん大会の時は2期席でめっちゃ盛り上がる。あ、そうですね、昨日はじゃんけん大会か2周年だってね。早いよね。そう、あの時はあの時の記憶はありますよ。勝った時のなんかじゃんけんするまで本当にもうほとんど意識やなんかなくて死にそうだったけど勝った時にチョキで勝ったの。それめっちゃ覚えてる。チョキで勝ったんだよね。そう、懐かしいな。ああラストか、そうそう、ラスト JK で LJK 元気を強調するゆうちゃん。だってさ、みんなコスプレって言うから、ゆうがさ何歳に見えてんのか知らないけどおつとみおひさおひさ、そう勝って飛んだね。懐かしい、ハートありがとうございます。懐かしいですねなんかね、初めてだったよね出るの。懐かしい、衣装もねめっちゃ可愛いやつだったし、またじゃんけんやってほしいのね。またじゃんけんやったら、あ、ハートありがとうございます。100日おめもありがとうございます。昨日のおしゃべり会緊張した。でも全然緊張してるように見えなかったよそう、しっかり喋れてましたよ。100日おめでとうございます。ありがとうございます。普段はじゃんけん強いの。私は妹とじゃんけんするとめちゃくちゃ弱いんですよね。なんか私が何を出すか見透かされているですじゃんけん大会復活したら誰と組む？わー難しい質問だな。それはちょっと答えないでおきます。なんか怖い。あ、わかるね、全メンバー分の、そう、横断幕ね。そう、すごかった。そうでした。今でも大切に保管しております。そう、お花のタンスの中に。じゃんけんの癖があるってことと、じゃんけんの癖があるって何繋がった瞬間笑われた。いや、なんかだってねえそうだよ。そう、なんかね、わかんないけどじゃんけんしてみる。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。お、負けた。あ、アイコだ。どうでした？あ、アイコ。あ、え？あ、勝った。やっぱりでも直でやんないとあれだよね。こんばんは、唯一配信見るのがゆうさん。嬉しい、ありがとうございます。どうでしたそう、でもメンバーとやるときはどうなんだ。なんか弱いときもあれば強いときもある、よくわかんない。でもゆうめっちゃチョキ出しちゃうらしいですね、妹によれば。ゆうはチョキをすぐ出すからダメなんだよって言われたことある妹に。100日おめありがとうございます。勝ったら何でもいいこと聞いてくれるの。言ってないじゃあ逆に勝ったら何でもいいこと聞いてくれますか最近じゃんけん弱い。いや、最近なんかなかなかさじゃんけんする機会なくないないからさ、
聞きますか本当に。じゃあもう一回じゃんけんしますか。はい、どんなお願いですか。お願い先に言ったらダメじゃないですか。いい、挑戦する。本当に私はもう考えました。はい、いきますよ。絶対ですよ。あ、でも逆になんか、あ、でも無理なお願いはダメですよ。私は、ね、無理なお願いはしない。なんか現実的に不可能なお願いはしない。だから逆に現実的に不可能なお願いはしないでください。じゃあいいですか、いきますよ、せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。グーでした。え、なんか今のとこ負けてる気がするんですけど、何ですか。はい、じゃあ今負けた人はあの私を一押しにしてください。勝った人は何をお願いするんですか。あ、負けた。お、お、アイコ、アイコはだ、アイコはダメだ。アイコはもう何もない。じゃあアイコはユのことによしにしといて、よろしく。萌えゼリフ、萌えゼリフ、本当に。あ、じゃあなんかオンラインとかでね。分かった。じゃあさ、言って、この前じゃんけん勝ったからあれやってって言ってください。お願いします。ささやきボイス。え、負けか、負けはユーロこと一押しにする。アイコは座ってください。はい、アイコは座って。分かった。なんかじゃオンライン待ってますね。あのオンライン立ってない方はまあめっちゃ覚えといたら、なんかあのいつかの握手会とかで言ってください。忘れないでね。いいわ、ちょっと誰が勝ったかあんまりあのあれしてないからね、言ってください。よろしくお願いします。勝ちは入信すること、ん、え、ダメですよ。何を言ってるんですか。リ、ヘイ。何なの。了解って言いなさい。ダイヤモンドありがとうございます。ハートもありがとうございます。勝ったのでもおばめに特別な写真を買って、いや、それはだって負けた人もいるかもしれないからダメですよ。分かった。恥ずかしがってオンライン切れる瞬間にはないけど、あ、フリーズしよう。フリーズしよう。なんか変な嫌なお願いされたら。フリーズ。ね、ハートありがとうございます。なんかね、フリーズの真似ねできないよね、なかなか。本当にフリーズしたと思われちゃう。そうだよ、ゆうはフリーズの音真似が得意。フリーズ。でもなんか微妙に、ね、頭揺れちゃうんだよね。なんかさ、止まろうと思うとさ揺れちゃうよね。ハートありがとうございます。あさってフリーズだな。あ、そう、あさっての27日のあれは、あれはオンラインおしゃべり会はちっちゃいものお揃いだから、楽しみにしててね。そう、衣装初お披露目。なんですか、ダメですよ。フリーズかわいいって何。フリーズかわいいとかないから。ありがとう。フリーズかわいいっていう人初めて出会ったよ。ありがとう。何。この配信何時まで、あと5分、5分まで、もうちょっと。そ
そう、15時は少し時間あります。お、じゃあなんか10月はね、なんだろう、浴衣とこいろいろと、でも10月30はね確実に覚えています。2つコスプレをしますいやすごい楽しみ、あの結構力入れてます、10月30。そう、特に第2部かな、力入れてますね。やっぱり完売していただいたし、他もめっちゃ力入れてるけど浴衣さん自分で結べるかな、わかんないけど頑張るでお風呂配信はいいお風呂配信じゃない、あ、生誕ティーもない予定あったんだよね、ちょっとなんか予定みんな忘れてるから出しますね、ツイッターに。ニューも今ちょっとちゃんと覚えてないからハートありがとうございます。再販ね、なんかみんな結構再販望んでるみたいで嬉しいな。再販したら来てくれる？来てくれたら嬉しい。ああとね、みんな今スラムダンク見てて、なんかスラムダンク、あの本当に早く全部見たいから、なんか歯磨きしてる時も寝る前もずっとスラムダンク見てるんですけど、なんだっけ、何話まで行ったかな、20何ぐらい、めっちゃハマった超面白い。最初はなんかバスケの勉強しようと思って見始めたけど、マジで面白くて、そうそう、めっちゃ進んでる。今日はね移動中こう見てたんだけど、途中で眠っちゃってなんか意味わかんないところまで行っちゃったそう翌週です。バスケは何人でやりますか？5人。スラムダンクの好きなキャラクター、私あの人が好き、あの人が好きっていうか、あのなんだっけ、副キャプテンの人、名前なんだっけな、忘れた、なんかメガネの優しい人あの人は花道に優しい、好きメガネくん、そうメガネくんって言われてる。あ、小暮さん、そう小暮さんって言うのかな、わかんないけど、そうメガネくん、ミッチー、あ、ミッチーって、え、ミッチーって誰安西先生推しです、可愛いですよねそうメガネ優しい人、あ、私、あ、違いますイケメンだよ、なんかイケメンかどうかは分かんないけど、アニメだからけど優しいからね、いいですね、あの人は。メガネ外してめっちゃかっこいい、あ、まだ見たことない、メガネ外したところ、ミッチーは三井なんとか、え、三井さんってなんか聞いたことある、って待って、なんか名前全然覚えられないんだけどさ、あ、彦市、あ、彦市さん知ってますよ、大阪の人ですよね、三井ひさしって読むと、へえ。待って、分かんない、どういう人だった、まだ出てないかも、分かんないあ、まだ言わない、ネタバレネタバレしないでね、バスケ、バスケがしたい人、え、まだ多分まだだよ、言わないで、言わないで、言わないでいや、まだわかんないか、ネタバレしたら許さないよ本当にめっちゃ面白いから、そう、見たことない人はね見た方がいいです、めっちゃおもろい。ゆうちゃんは赤木キャプテンと同級同級生に見えないけどね赤木
木さん、赤木さんね、面白いですよね。ゴリラって言われてかわいそうだけど。そうだよ、まだ出てないから言わないでね。いや、バスケのさ、そういうの見てるとさ、自分もなんかできそうだなって思うけどさ、できないんだよね。世代だけどほぼ忘れた。見てくださいユーも今 Hulu でめっちゃ見てるでもなんか1900何年のやつと、もう一個1900何年に放送されたやつと、あと英語でやったのかなんかありましたね。そうで、私黒子のバスケを一回見たことあって、でもマジで全部内容忘れてたんですけど、それはどうなんだ。黒子のバスケは見た方がいいかな。ハートありがとうございます。アニメのスラムダンク、あ、アニメのスラムダンクを見てます。漫画はね、そう、なんか漫画どこにもなくて、パパに漫画あるって聞いたらなかったから、だからアニメを見てます。私はそう、映画のスラムダンクもあったから、あの全部アニメ見たら映画見ようかなって思ってます。100日おめありがとうございます。そう、見てみますね。赤木くんなんだっけ、赤木くんの今ね、今どこら辺かな、さっき寝てたんだよね。すごい、なんかいっぱいある。ちょっとスクショしとこう。よいしょ。そうなんだ。バスケしたくなった、したくなったっていうか、なんか自分でも自分にもできる気がしてきたけど絶対できない。アニメの主題歌もいいのよ。なんか主題歌はねちょっと飛ばしてます。そう、でも最初のオープニングのやつは分かんないけど、エンディングのやつは聞いたことある。なんか、分かんない。ドリブルできない、ドリブルできないうまくいかないですね。レイアップシュート得意できるわけないじゃん普通にできないです。レイアップシュートとかそういうのシュートすらできないし、まずね。黒子のバスケはあの赤い髪の人が好きだった気がする。鏡くんって名前だったっけ、本当に、ね、全く覚えてないんですよね。レイアップシュートは庶民シュートは知ってるよでもできないよ、庶民シュートもできないですよ私はそうだよ。ゆうちゃんダンクシュートへの道届かない。まず届く、普通にさこうやってやっても届かない。私しかもジャンプ力めっちゃないし100日目ありがとうございます。バスケットボールを指の上で回す技はできそう、できないこれでしょ。なんかそう、この前ねコツを教えていただいたんですけど、何このなんだっけ、薬指じゃなくて第一関節を曲げるって。でもできない、できない、やばい、もう時間だ。ということで皆さん今日もありがとうございます。もう時間なのでワキワキ体操をやっていきたいと思います。いきます。はい、ありがとうございます。それではキャッチフレーズもやっていきたいと思います。いきます。いないいない、エクボ、私のエクボにユーもハマっちゃうぞ。ハマっちゃいました、ありがとうございます。はい、皆さん今日100日なのにちょっと少ない時間で申し訳ないです。また今度別の日に100日お祝いしたいと思いますので遊びに来てください。明日は多分朝配信になると思うので、あの朝お仕事前とかに来てくださったら嬉しいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。皆さん今日も愛してます。ありがとうございました。
バイバーイ、またね。